はい、ヨドバリンです。本日は山形県上山市に来ております。ということで僕は今この田んぼのど真ん中におるんやけど、これを見てください。この田んぼの中にタワーマンションが建ってるんよね。ここで、あれスカイタワー41っていう東北最高層のマンションで、東北だったら仙台市、大都会ですよ。仙台市もタワーマンションいっぱいあります。でもそのどのマンションよりもこの上山市の田んぼの中に建つど田舎存在感ヤバヤバタワーマンションが一番でかいんよね。ちなみに地上134メートル、1999年の7月施工だから俺と同い年。あ、そうなんだ。俺と同い年。倉庫数が389個っていう結構な人が住んどる。てかさ、高さ134メートルってさ、富山のトリプルワンより高いやん。あのでかいビル。そう、あれより高いんだ。あれ111メートルやから。マジか。それやっぱ存在感えぐいもんな。それがこんなとこに立っとるんよ。てことでちょっと早速行こう。オッケー。であのスカイタワー41、国道13号沿いにこうやって立っとって、最寄りの駅が上山温泉駅って言うんやけど、徒歩20数分っていう最悪の立地をしてます。だから多分車で生活することを想定したあれなんかね。山形とか電車とかいっぱい走ってるイメージないからね。さあ見えてきました、これがスカイタワー41、東北最高層のマンション。うわーでけー。ここら辺は住宅街やね。で反対側は田んぼ畑って感じやな。近くにセブンイレブンあるな。結構便利かも。便利。見て、これが近づいてきたスカイタワー41。やばいなこれ。東北最高層なんやわ、ほんまに。山形駅の別に近くにあるわけじゃないんだ。しかもなんなら最寄り駅から新幹線駅の上山温泉駅っていうのがあるんやけど、そこから徒歩20数分。めちゃめちゃね、立地悪い。でもこれでほら、車はめっちゃ出入りしてるな。あ、ほんとよ。この人らも車で出入りしてる。そうやね。このスカイタワー41、売り出し当初の価格は2000万円から4000万円っていう値段やったんや。でもその価格では全体の1割も売れんくて、数年後に半額以下で売りさばれる物件もあって、まあ、700万円とか600万円で売れた部屋もあったらしくて、それで安価になって2005年には完売したらしい。2005年に全部売れた。そう、全部売れたらしいです。すごっ。まあ安価になった物件は車で約20数分の位置にある山形市への通勤とか、あとセカンドハウス、別荘ね、別荘とか投資用の目的で購入されたらしい。確かに安いな、700万とかやったらね。で今でもなんかネットで調べたら 7.5 万円で借りれる部屋もあれば、あの翔くんさっき調べとったけど180平方メートルの部屋が1600万700万ぐらいか。1600万円だったら売り出し当初の一番安い2000万円の部屋よりも安いってことですね。あ、そうだね。やっぱ値段下がっちゃってるんだね。うん、どんどん下がってるらしい。まあでもちゃんと2005年には完売したらしい。でその値段でもしここに住めるんだったら、この辺に家買うより多分安いと思う。安いっすね絶対、うん、一軒家を持ったら。この山形県豪雪地帯です。雪かきに追われますね。大変やね、うん、腰も痛いし。でもこのマンションに住んだら雪かきもせんでいいし、だからそういうのもこの山形県民からしたらすごい魅力的だったし、やっぱ雪かきがないっていうのは俺らも富山県民からしたらでかいよね。いや雪かきないよマジででかい、ね、それで家買うより安いこのマンションに住めるってなったらめっちゃいいかもしれない。ちょっと今日はここに住んどる方の家を見せてもらいたい。目標はね、あわよくばちょっと泊まらせてもらって夜の夜景を楽しみたいよね。あわよくばすぎるやろ。まあこうポストも近くにあって、あ高いよね。逆光かもしれないけど、めちゃくちゃ、あちょっと逆光だね。めちゃくちゃ高い。でもこんなん多分港区とかにあったらオークションよ。24年前に施工されたからちょっとは古い感じはするけど、やっぱすごく綺麗やわ。うん、管理ちゃんとしてるんだろうね。そうですね。ここヤママンアーバンフロントっていう会社が施工して、でそのヤママンアーバンフロントっていうのは、まあ、今のみずほ銀行の前身の第一勧業銀行の役員が歴代社長を務めとって、そのヤママンアーバンフロントは2014年の1月13日に破産しとるんやね。あ、そうなんだ。そう、多分今は別の会社がやっとるんやと思う。あ、別の会社が管理してるんだ。そうそうそう、どうも考えてですね、こう雪国だから雪かきとかが大変だ。そうそうそう、一軒家だったら大変でしょ。今の結構中古で高いですよ。共用施設とかって何があったりするんですか？会議室を使ったり、並んでと、用具だったりとか、そういうのは1ヶ月、2ヶ月で、まあ、住んでからどれくらい経つんですか？20年。ってことはもう立った時からっすね。最初立った時はもうどう思いました？こんな中にね。その当時はもうその広告もドーンみたいなすごかったんですか？チラシとかは、うん、出ましたよね。パンフレットは。テレビとかも。テレビなんか出ないね。当時ってさ、メディアの主体がさテレビやんか。テレビでドーンって広告出さんだから全体の1割も売れんの。マーケティングもあったんかな。江口洋介伝説かね。噂があったけど、それなんか否定されたらしい。ちなみに何階にお住まいなんですか？す
暑い。すごいとこ住んでますね。めっちゃ雲海できる時あって。雲海ですか？わあ、窓開けたらもう雲とも揃って水かかってるみたいな。一回見てみてえな。やっぱ厳しいんだ管理組合とか。これ家のからの景色ですか？これあのベランダから見た。これ雲の上？これ部屋からもう下が見えずに雲で、これすごくね？これ下に街あるってことですよね。あ、そうそうそう。これはご自宅からの撮影ですか？そうですよ。すっごい。綺麗すぎでしょ、これ。これ年に何回かなるんだよね。へー。これ見れるタワマン多分ないね。ないね。ここ買ってよかったなって思いますか、やっぱ。あ、そうだね。これがお部屋からの景色ですか？もう住宅見下ろしてますね。雲の上にお住まいなんですね。景色飽きますか？やっぱ慣れるもんなんですか、こんな綺麗でも。でもやっぱこれ出た時はびっくりする。そうですよね。南側、あっちの方日当たりいいんですけど、北側から出ないと夜景が見えない。あ、それじゃ南向け川戸元だったんですけど、北と県の方に移って、それでまた海藻は目沢が落ちて、今の部屋が決めたんです。へぇ。ちょうど半額になった時です。安くなった時にやっぱり半額になったらこれは買うしかない。みんな買いますね。完売になってほしいからね。お部屋の広さってどのくらいあるんですか？17畳のリビング1つと6.5畳の部屋に3L か。最高階の方は 4L あるみたいな。あ、綺麗。すごい。こんな綺麗な景色お家から見れるんですか？うん、これは綺麗だね。すごいな。これもう夕焼けが幻想的で毎日思いにふけっちゃいそう。これ写真ですか動画ですか？これ写真ですね。あ、夜景すごいな。なんか俺都会のビル群の夜景より遠くに山が見えて田舎の夜景がすごく好きなんだよ。本当山の上から見たみたいな景色だな、うん、ちょうど中腹ぐらいと同じぐらいの高さなのかな。ご自宅がもう展望台ですねこれ。確かに。あ、これめっちゃ綺麗。綺麗。これすごいな。こっちが山形駅の方ってこと。そう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 。この須川もまた綺麗で。ああ、わかります。須川わかります。はい、めちゃくちゃ勉強してきてるもん。田舎なんで8時過ぎると明かりこれ消えてくるんです。夜中だとこんな光なくなっちゃうんですよ。その時間帯にベランダで吸うタバコとかめっちゃうまそうですけど。これ見たかったね。ショックやばい。これ夏の空とか。夏の空やばい。漫画に出てきそう。これはなんですか？南中学校ですか？ああ、そう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 。すごい。中学校もあって田園も広がる。いや、これ夏やばいな。夏やな。あ、でも冬はまた雪景色みたいな。冬、そう、冬もあったな。四季楽しめるね、確かに。春夏秋冬や。秋紅葉見れるね。紅葉見れるね、確かに。値段が安くて立地条件よ。車持ってればよかったら、それはみんな買おうよ、ね。うん。この辺やっぱり雪とかすごいですか？雪はね、想像もないかな。他の市町村から比べて上沼って割と少ないって言われてる。ただやっぱり他の駐車場本気で来た時は全部埋まっちゃうんだ。出られなくなっちゃうんですよね。今年ちなみにまださっきも分解風景見てないんです。今年はまだ来てないんです。臓器症なので出現そうになるので。秋ですね。これはなんか住みたいな、こんだけ景色楽しめたら。あ、じゃあこのチャンネルも分かったらここ事務所か。ここに事務所、山形に拠点持つ。山形に行ってください。行きましょう。これが冬の景色ですね。でも確かになんか思ったより積雪してない感じが、うん、雪化粧って感じだね。うん、ちょうどいい塩梅の雪の降り方やな。すいません、お父さんできなくてみません。いやもう全然。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます、長々と。ありがとうございます。めっちゃいい人やった。今回はこのスカイタワー41にお邪魔してきたけど15件以上アタックしたよね。アタックした。まあでも全員やっぱり中の取材が NG らしくて、管理組合みたいなところにも問い合わせたけど中の取材はお断り、もうテレビ局もお断りしてるって言ってて、でも最後の最後でめちゃめちゃいいお兄さんに出会えて、部屋の写真とかも見せてくれて、春夏秋冬を楽しめる家でめちゃくちゃ良かったです、このスカイタワー41。そして皆さんもこのスカイタワー41住んでみてください。